皆さんこんにちは。今回は25歳女性営業事務の方からのご質問です。地方の企業に勤めている25歳です。実家暮らしなのですが、気に入った求人が東京にあり、親に転職の話をしたところ反対されました。親からは転職しても地元でしろ、評判がわからない中小企業に転職しちゃダメなど言われています。私は上京して仕事のスキルを高めてキャリアアップしたいです。できれば親を説得して転職したいのですが、どうすればいいでしょうか？というご質問です。仕事のスキルを高めてキャリアアップしたいという生き方が親御さんに伝わっていないのか、あるいはそもそも聞く耳を持っていないのか、といった事情がちょっとわからない部分ありますが、価値観が違う方を説得するというのは確かに難しいことだと思います。それでも双方の納得の選択を探すのであれば、思い描く生き方やキャリアプランというものをご家族に改めてプレゼン機会として伝えてみてはいかがでしょうか。具体的には興味のある会社の良いところ、その会社でしかできないことや将来性、そういったものを伝えてみたり、あるいは地元では自分が目指すことができない、できない側からのアプローチといったことも考えられるかなと思います。もちろん親御さんの反対を押し切ってまで意思決定をしていくというのも一つの選択かもしれませんが、協力者や理解者がいてくれるというのは時に非常に大きな力になりますので、まずは親御さんに対してどういったことを考えているのか、自分が意思決定したものを周りを巻き込む練習だというふうに捉えてチャレンジしてみる価値はあるのかなというふうに思います。頑張ってください。動画が良かったと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。